防弾少年団 BTS のファンが脅迫で大炎上先日ツタヤでバイトをしている防弾少年団 BTS のファンが客に対して私は今日ツタヤでバイト中に聞こえてきたよ韓国人の紅白取り消しになった男のアイドル頭おかしいって言ってること許さないからな個人情報を取り扱う仕事上名前から性癖まで 暴露可能だと、客を脅迫していたことが明らかになりました。これに対して、a タヤの広報は、ご不安やご不快をおかけして、大変申し訳なく思っています。アルバイトには SN、SNS のマナーやルールについて啓蒙していましたが、行き届いていませんでした。今後は、再発防止策を検討したいと考えています。また、アルバイトに対して、 解雇するかどうか検討していますとコメントを発表しました。このスタヤでバイトをしている防弾少年団 BTS のファンはすでに個人情報が特定されており大手学習塾に内定をもらっていることまた在籍していた大学に対して 殺すと発言をしたり、燃やすと発言をしたり、様々な犯罪行為を繰り返していることが確認されております。この内定が決まっている学習塾は、調査を行っているとコメントしておりまして、防弾少年団 BTS に関しては、日本や夏被害者に対する侮辱について、運営会社が コメントをですね、発表しておりましたけども、言い訳ばかりで、謝罪になっておりません。また、防弾少年団本人たちに関しては、心配をかけたとライブで一言コメントをしただけで、説明にすらなっておりません。この防弾少年団に関しては、今行われているライブで、暴動のような事態が発生したり、 今回のように、防弾少年団のファンの皆様が犯罪行為を続発させていると、こういった状況にあり、これは、防弾少年団が犯罪行為を悪いことをしたのに、謝罪すらせず、開き直っていることも原因なんじゃないかと思います。ぜひとも、防弾少年団の皆様には、日本や、 ナシスの被害者に対する侮辱について、しっかりと悪いことをしたと、今後このようなことは二度としないと謝罪をしていただき、また、防弾少年団として、ファンの皆様に対しても、自分たちと同じようにですね、犯罪行為をしないようにと、しないでほしいと、しっかりと警告をして、 これ以上、防弾少年,や少年団自身やそのファンがですね、犯罪行為を続発させることがないように、しっかりと対応をとるようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。